はい、どうも皆さん、トライアングルですというかウロギです。はい、今ちょっとクリエイティブでねちょっと出したんですけど、オルカ様が紹介していたんですが、はい、こちらウロギのウロギだよね。あれウロキ、ごめんなさい、間違ってたらごめんなさい、ウロキにしようか。はい、ウロキの羽と、ウロキのって、あ、てか大変な、危ない、ちょっと待って、まあ壊れか、あ、いいか、新品あるか、ちょっと新品あるんだけど、ちょっとまあ こうしとこう。はい、でここにしとこう。はい、ウロキの、まあ翼羽と、ウロキの手を実装されましたと。これ空飛べんのかな。今サバイバルモードなんですよ。あ、飛べないか。なるほど。なんかね、このウロキに関しては、あ、でもそっか、あれ確かサバイバルモードというか、そのコマンドでウロキ出せるんですよ。ちょっと出しちゃいますね。で、その、ウロギ出すと、ウロギか、ごめんなさい、ウロギ出すとね、え、何、あ、そっか、待って、違う、大丈夫、仲間。こういう感じで、空を飛ぶんですよ、ウロギ。すごいよね、これ、ウロギ。さよなら、天さん、さよなら。元気に生きるんだよ。帰ってくんじゃねえよ。ちょ、やばい、ごめんって言ってんじゃん。許して、ごめんね、ウルキー。あー、あれ、的ですね。いい的が降ってきますよ。なんか的が降ってくるぞ。大丈夫か、ウロキ今後大丈夫か。なんかあれ多分ギョッコが出したね、多分あれ金魚に。え、もしかして忍さん倒してくれたギョッコ。まあいいや。まあ今回このね、ウロギの手と、ウロギの翼が出たので、でも残念ながら飛ぶことはできないと。うん、でなんか血気術っぽいね、なんかあの表示わかります、なんか若干白いのが映ってるじゃないですか、なんかあの手のところにね。もしかしたら、血気術も追加されるかもしれない感じですね。今のところ血気術はないんですけど。で、防具プラス5、防具強度プラス1、そしてノックバック耐性ということで、はい、そちらがついてるって感じですね。でも、空は飛べるわけではないと。まあまあ、そうだよね。空飛べたら最強ではないけど。あれ？あ、すごい。え、これ？え、炭治郎の頭？これ、もしかして。うわー、すごい、炭治郎になったよ、ほら。あ、その炭治郎って変な顔しかないと思ったけど、やられる時のそういうわけじゃないんだ。かっこいい、ウロギの手。え、これめっちゃかっこよくないですか。超好きなんですけど、この羽もかっこいいし、ちょ、こうするか。あ、かっこいい。いや、僕だけ、いや僕だけなわけないよね。すごい、これ中二心すくすくられる。超かっこいい、かっこいい。いや、クオリティすごいんだよ、本当に。日に日にすごくなってきますよね。本当にすごい。あの、オルカさんとね、オルカ様の、視聴者様が、タッグを組まれてから、クオリティがさらに上がったというね。本当にありがとうございます。あの、呪術廻戦モッドもね、その、オルカ様の、あー、そうだった！おらー！ウロギの手を、ウロギの手を、よーし！ウロギの手、強い、痛い。あー、バサバサ、大丈夫だ。今そっか、今回ね、そうなんですよ。前回忍さんにまさかの2度やられる。2度3度、個人的には血集めですね。あとごめんなさい、そう、説明し忘れてた。はい、こちら槍も追加されましたと。はい、こちらもそうですね。これもちょ、頭に脳天に突き刺さってる。でも呼吸とかは使えるわけではないんですけど、前回、まあ、血が15個ぐらいになってしまって、さすがにこれは厳しいということで、またちょっと血探しから始めたいと思います。ごめんなさいね、ちょっと同じようなことになってしまって。で、経験値も8なので、あ、来たね。来場者訪問です。どうも、どんな気分ですか？水の中でやられる気分は。よし、OK。じゃあ、探しに行きましょう、洞窟。洞窟探しに行って、血を。まあ、洞窟じゃなくてもいいんですけどね。あの血を求めていきましょう。で、アップデートによってですね、鬼殺隊編のでもやってるんですが、でも行ったんですけど、あのかなり進捗というか、鬼殺隊編で言うと柱なんだけど、
その全然柱になったとしても今まで牛太郎に全然勝ててたんですよ。柱になりさえすれば進捗。それが柱になったとしても牛太郎でも勝てない。牛太郎相手にもそのうまくなんかその防具をしっかり整えたりとかエンチャントしないと多分勝てない仕様になりました。だ かなりなんだろう、やり込み要素というかすごい楽しくなった。さらにだら今まで柱になっちゃえばもうほとんど上限余裕よみたいな感じだったのが、まあ、そのじゃなくなったんですよね。なので余計にそのあれエンチャントが重要になってくるんですよ。でももちろん血もかなり重要なので、あっ助かりましたよ。ちょっと待って、血を求めよう。あ、血開け、オーケー、4つ。もうちょっとあってもいいんだよ。もうちょっと、あー、素晴らしい、素晴らしい。いいよ、5個、5個。いいですね、5個ですね。これで20個飲みました。よし。じゃあちょっと20個飲んで、まだあるはず。絶対まだどっかにあるさ。探しに行くぞ。大秘宝な。何もありません。ここにもあるね。あるね、血。いただきまーす。ギャー。大丈夫だ、落ち着け、大丈夫だ、問題ない。うおぉ、なに、ふすいさんだ、ふすいさんだ、やばい。いやでもこっちに気づいていない。よかったよかったよかった、危ねえ。ふすいさん今勝てない、今勝てない。もうしのぶさんの見たらまだ絶対勝てないの分かった。しのぶさんがちょっと強いってのはあるんだけどね。しのぶさんは強いってのはあるんだけど、多分今だと血20個だったらうずいさんにも勝てないので、今柱見てももう逃げるしかないですね。かまぼこ隊もだけど、うわ、終わったよー、終わったじゃん、終わったじゃん、もうやだやだちょっと待ってくれ。10、20のハム、10で1個デフォルトでもらえるから、あ、間違えた、サバイバル、あ、ちょっと待って、ああ、マジか。ちょっと待ってね。カブラ丸。頼む、シノさんいないで。シノさんいないで。お願い。シノさんいないで。お願い。マジお願い。マジお願い。マジお願いします。よし、よし。オッケー。オッケー。オッケー。あれ？服がない。あ、服はそっか、耐え。ああ、よかった、いない。そうか、僕、あれ、耐え服を僕置いてきたんだっけ？そうか、羽をつけてるからか。そうか、レッドブル飲んじゃったからか。いやもうこれはダメだ、もうちゃんと日輪とこっち火の呼吸をちゃんと常備しとこう。あー、血がまた減った。あー、辛いよ。まさかあんなとこに忍さんいると思わないよ。あー、血だ、よし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 、オッケー。お、なんか出た、深いとこ出た。でもな、ダイヤモンドより、ダイヤモンドは正直あれなんだよな。欲しいのは血なんだけど。あ、血あった。血ありました。よし。なんとか、なんとか、なんとか、こっから血の回収に入ります。また鬼の血集めですね。なんかもう、毎回、マイパートおなじみになりそうな気がして怖いんだけど。あ、血あった。よーし、よし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 。いいぞ、地道に、地道にね、地道に。取ってこ。あ、あるじゃん、結構ある。オッケー。あ、ダイヤモンドです、ありがとうございます。やばい、ダイヤモンドでこんな薄い反応になるとはさ、5パート前ぐらいの僕はそんなありえなかったでしょ、思わなかったでしょ、ダイヤモンドで。まあ嬉しいよ、嬉しいけどね。今はそれより血なんだ。あ、なんか血落ちてる、ラッキー。レッドストーンは多いんだけどね、血がなんか色が似てるからな感じ。あ、オーケー、血あった、よし。いやもうこのレッドストーンが全部血だったら最高なのに、本当に。あ、いっぱいあるじゃん、いいぞ、思ったよりあった。問題はこれ下がマグマ、怖いな。まあ、とりあえず取ってこ、ここは大丈夫、オッケー、ここ、よし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 、おお、ダイヤモンドありがとうございます。ダイヤモンドはありがとうございます。痛いです、ありがとうございます。ないね、
まあいっか、もういっか、もうドロッチが、おお、でも20個取ってる、結構、あ、でも違う、これダメだ、ダメです、これ、ね、これ20個って言ったけど、11個は、10個が、10個は、あれ、しのぶさんのところでやられたときに回収して、かつ、僕は、しのぶさんのところ向かうまでの間に11個飲んだので、だから、10個は捨てないといけない。だから、実質入手は10個ですね。だから、まあまあまあ、でも、なんとか20個までは戻ってこれた。よし。まだちょっと探そう。まあ、とりあえず、今回はこの辺りで終わるか分かんないけど、ちょっととりあえず別のとこもこの後探してみます。はい。よし。もうどんどん探そう。血はやっぱり、もう、なんだろう、やりすぎぐらいで良くなった。前までと違うから、やりすぎぐらいで、本当にちょうどいい塩梅、柱とかも上限とかもみんな強くなってるから、で、僕も、その、チーマックスにしてから、さらに、エンチャントで、まあ、さすがにね、進捗で柱にするってのはしないですよ。それはちょっとやりすぎだと思うので、そうじゃなくて、もう血をマックスまで飲んで、さらに血をいっぱい入手して、体力を上げる。体力だけでも上げて、で、そして、エンチャントもガンガンかけていく。それでちょっといきます。もうムカつくわよ。いなくなりなさい。